皆さんこんにちは。ついにこの日がやってまいりました。ただいま降りますのは宇都宮駅です。こちらに移っております205系いろはは本日の運用をもって運転終了となります。ということで今回はこのいろは号、このラストランに今回乗車してきましたので、その様子を皆さんにお届けします。この205系の引退を記念して記念弁当が作られております。これは限定販売で3月の下旬までこの引退記念弁当は発売される予定です。皆さんぜひご購入ください。列車は宇都宮駅を出発します。この日光線は日光行きで全ての列車が完結しているわけではなく、一部の列車は今回の列車と同様鹿沼行きとして運転をされ、わずか宇都宮と鹿沼間2駅しか運行されない、そういう列車となっています。今回のいろは号のラストランも日光線の日光行きではなく途中止まりの鹿沼行き、なんだか2駅しかいませんので、今回は片道の乗車だけではなく往復の1往復の乗車にすることにしました。車内放送で車掌さんが今回のダイヤ改正で日光線また東北線の宇都宮黒磯間はワンマン運転となりますのでご注意いただければと思いますとか、そういう頻繁に注意喚起の放送がなされております。列車は途中の鶴田駅を出発。すれ違いの列車は湘南色の205系。最近ではこのように湘南色の電車が日光線に入ったり、逆に日光線の日光色をまとっている205系が宇都宮線に入ったりと、普通ではあまり見られない代走運転などが頻繁に最近行われています。しかし本日でもうそのことも終了、205系が全て引退をしてしまうことから、代走も何もかも運転ももうありません。なんだか寂しいものですが、もうこれで終了、泣いても笑ってもこれがラストランです。このいろは号はこの普通定期列車以外にも臨時列車として各地へ出向くことがありました。時には川越線の川越駅へ出向いて、川越から日光行きの臨時快速列車だったり、また年に2回ぐらいには大宮に顔を出して、大宮から往復だったかな、片道であったような記憶もありますが、大宮発日光行きの臨時快速列車などにも充当された、そういう名誉ある列車だったものです。205系の小山車両センター12編成の中でも唯一無二の存在で、なんだか観光客やその通勤客、その心をくすぐるようなそういう内装をしていたもので、なんだか印象が結構強かったんじゃないかなと、そういうふうに個人的には思います。列車は折り返し地点の鹿沼駅に到着します。ここでもたくさんの鉄道マニアが出迎えています。そして行き先表示器も鹿沼から宇都宮に変更、ついにラストラン、いろは号の最後の定期運行の列車が間もなく出発します。列車は鹿沼駅を出発、途中鶴田駅を含み終点の宇都宮まで14分間の乗車です。2駅で14分間、まあ、普通の都心だったらちょっと考えられないような感じですが、日光線は駅と駅の間隔がかなり長いです。この鹿沼から途中の鶴田駅までは乗車時間はなんと9分、まあ、これはね、車内にトイレがついていても当然かなというふうな感じがするものです。まもなく鶴田です。いろは号の車内に目を向けてみると、栃木県の見どころやまた日光市の歴史などそういうものがたくさん掲示をされていて、なんだか資料館に入っているような気分です。こんな車両、改装からわずか7年しか経っていませんが、もう引退し多分廃車改装になってしまうんでしょう。そしてスクラップ状態になってしまう、なんだかこれはもったいないような気がしますが、車両の老朽化のことを考えてしまうと仕方がないのかなと思ってしまいます。またただいまご乗車中のこの205系いろはは、それもご乗
中のこの電車をもちまして定期運転終了となります。皆様には長くの間ご利用ご乗車いただきまして誠にありがとうございました。今後日光線宇都宮線につきましては新型車両への置き換えとなりますが引き続きのご利用ご乗車をお待ちしております。本日はご乗車誠にありがとうございました。車掌さんからの車内放送もあった通り、ただいま到着する宇都宮駅到着をもってこのいろは号の定期運行が終了となります。そしてこの車両は臨時運行がこの3月の26日に大宮から日光間片道のみ運転をされ、その運行が終了した後は臨時運行も多分もうなくなってしまい完全に引退となるんでしょう。製造当初は京葉線で活躍、その後2013年に日光線宇都宮線に転属し、最後は唯一の200号系ジョイフルトレインとして活躍をしました。いろは号、本当にお疲れ様でした。さようなら、いろは号。ご視聴いただきありがとうございました。